改めて大きな拍手でお迎えください。ありがとうございます。今日記念すべき第1回目朝9時半からの会をご覧くださった皆様にご挨拶と初日を迎えられた感想をお願いしたいと思います。私からお一方ずつご紹介させていただきます。まずはじめに主人公河合夏実を演じられました有村架純さんです。皆さんおはようございます。河合夏実を演じました有村架純です。今日は朝早くから会場に来てくださってありがとうございます。皆さん朝から優しい気持ちになれましたか？本当にこのお話は人と人とのつながりなどを描いている作品なので、今日一日を穏やかに過ごしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして夏実の恋人相葉慎吾役工藤飛鳥さんです。おはようございます。相葉慎吾役の工藤飛鳥です。今日は朝早くからお越しいただきありがとうございました。なんだろう、なんて言えばいいんだろう。本当に人と人とのつながりを大切に、なんかそういう風に、なんだろう、思い出させてくれるというか、そういう優しい映画になってるを見ていただいて、みんな多分今すごい優しい気持ちになれてるんじゃないでしょうか。そんなことないですかね。ありますよね。すごい緊張してて、ね、パニックってるんですけど、今日は一日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは続きまして、夏実と慎吾が居候させてもらう竹屋の主人で通称地蔵さん、福井慶三役三石健さんです。ありがとうございます。今日は朝早くからありがとうございます。温かい気持ちになっていただけたでしょうか。どうぞご家族に宣伝して、一人でも多くの人に見ていただきたいと思っております。宣伝してやってください。よろしくお願いします。慶三と一緒に竹屋を営んでいる慶三の母親福井安江役吉行和子さんです。おはようございます。本当に朝早くからありがとうございました。気持ちのいい映画だと思いましたので、今朝ご覧になって今日一日いい気分で過ごせていただけたら嬉しいなと思います。皆さんにぜひ宣伝して、たくさんお客様が来てくださることを望んでおります。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして本作の原作を書かれました森沢明夫さんです。皆さんこんにちは。原作書きました森沢です。今日は本当外すごい暑かったですけど、暑い中ありがとうございます。この映画は原作の持っているあったかい温度がそのまま、スクリーンで再現されたなって思って、僕とても嬉しく思ってます。よかったら原作もぜひ読んでみてくださいって宣伝しちゃいます。今日は本当にありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。原作を読まれてこられた方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、そしてお待たせいたしました、本作を手掛けられました広木隆一監督です。こんにちは。初日に本当にこんな、満席になって、マスコミの方もいっぱいいらっしゃるってすごくほっとしております。それでは早速作品についてお伺いしてまいりましょう。有村さん、今日改めて初日を迎えられました。じゃあちょっとマイクをいきましょうかね。ありがとうございます。もうあっという間に本作のチケットも売り切れまして、皆さん朝からご覧いただけたので、具体的なシーン上げていただいても全然大丈夫なんですけど、改めて振り返って、このシーンがって印象的だったこととか、思い出に残ってることありますか？私がとってもよく思い出すのが、慎吾との部屋のシーン。あそこはこう、慎吾は恋人同士で、関係も長くて、
お付き合いも長いはずなんですけど、ちょっとこう距離があるような関係性だったので、すごくちょっと難しくて、落ち着きすぎても良くないし、慣れすぎてなくても良くないしっていう微妙な距離感で、で一番ファーストシーン、慎吾とのファーストシーンが、まあ、枝豆食べてるところでしたけど、やっぱすごく大事なシーンだったので、結構何回もリハーサルもやったし、時間かけて撮影したので、もうそのおかげでこうなんとなく距離感っていうのがつかめた気がして、すごく印象に残ってるシーン。